他就不搬那个二三块围棋教育基金会董事长殷柔儿女士为伊利寮九段颁发冠军。各位，我们今天到场的领导嘉宾，我们共同来到我们的展板前，共同合影。好，我们请我们几位颁奖嘉宾，还有我们的两位选手，共同在我们的展板前共同留影。包括我们今天现场也有很多我们的围棋工作者们，我们的老一辈德高望重的围棋工作者，我们请大家共同在展板前留影。時刻はですね、今何時ですかね。8時43分現地時間、はい、現地時間で8時43分、日本時間で、現在9時43分というところでしょうか、授賞式からですね、ファンへのファンサービス、そして今ようやく一息ついてですね、ご飯を食べて終わられた市木さんに、現地からインタビューします。市木さん、優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。やりましたね。しかし我々見てたんですけども、あのまた我々はまた数字しか知らない世界で大変恐縮なんですけども、最初はあの真ん中の白の目を取りに行ってですね、はい、AI の判定もかなり優勢だと、言ったところだったんですが、そこから公認したところでですね、何か私には全くわからないんですが AI の数値が変わってですね、あーってなったら隣の中国の研究室がですね、大声で笑い声がバンバン連発し始めたんですね。いやーとなって、しかもレイブンさんや許家元さん、こんなこと言っていいのか、他のファンの方とおしゃべりを始めたんですよね。そしたらおーってなって突然変わってってですね、ちょっとちょっとって言ってまた大騒ぎになったと。で今度はこちらから大声が上がってですね、はい、まあ、笑い声が上がって、まあ、そういう顛末をくれで上で優勝ということなんですが、ご自身振り返って、その流れというのはどうだったんでしょうか。最初はあの目を取りに行った時はかなり手応えを感じていらっしゃったんでしょうか。そうですね、まあ、はい、あの右辺の当て込み決めで中央切ったあたりで、なんか、感触としてはいけそうなのかなとその時は思ってたんですけど、はい、意外とこう、実戦のように出てこられて、はい、でまあ、どう打てばいいか結構難しい場面があって、まあ、左辺、そうですね、左下、何が正しいか分からなかったんですけど、はい、実戦の振り返りではちょっと苦しいかなというのは打ってる時も感じていました。なるほど。そこからまた大逆転でしたね。そうですね、はい、まあ、ずっと苦しい形勢だったんですけど、はい、まあ、相手の方も、まあ、もしかしたら時間を気にしたのか、はい、で、まあ、そうですね、こう上辺で逆転の糸口をつかめるような展開になりました。一力さん2回考慮時間、あのペナルティというかオプションを使いましたよね、はい、で釈迦さん1回でしたけども、そのあたりのプレッシャーというのはなかったんですか。その盤面のもう形勢の差と鑑みてですね、そう計算されてたんでしょうか、ね、はい、はい、まあ、あのこちらの方が多く1回多く使っているので、まあ、盤面10目勝たなきゃいけないというふうに、まあ、途中からは計算してやりました、はいはい、それでまあいけると。上辺でそうですね、はい、かなり得したので、まあ、黒に好転したかなという感触はありました。最後大石取っちゃいましたもんね。そうですね、受けられてたらまだ細かい勝負かなと思ったんですけ ど、はい、まあ、相手の方も少し、はい、まあ、それまでの打ち方の中でちょっと後悔があったのかもしれないです。さすがに最後の方は優勝意識されたと思うんですけども、手は震えませんでしたか。まあ、最後の最後ですね、その あの右辺一段の勝負を取りに行くときは、はい、まあ、少しこう、ちょっと震えそうになった場面はありましたね。なるほど、はい、
市木さんご自身がですね、先ほども日本の記者団に言ってましたけども、まあ、自分だけじゃなくて日本全体の悲願であるとおっしゃられてましたけども、私はいろんな取材を重ねてきてですね、まあ、市木さんがほどというわけじゃなくて、市木さんほど世界を思っていた人はですね、まあ、市木さんはなんか本当にもうなんていうの、なんて言うんでしょうかね市木さんほど思った人はなかなかそういない、まあ、いるにはいるけど も, もう本当に数少ない、それほどの思いっていうのがひしひしとずっと伝わって、私は思っていました。実際市木さんが、まあ、子供時代からですね、外国に、まあ、遠征に行ってですね、涙を流したという有名な話もありますし、そんな強い思いで世界をずっとやってこられた市木さんですが、実際優勝してみてですね、今どう思っていらっしゃるんでしょうか。そう、考えはありますか。ですね、まあ、感慨深いですね、うん、はい、まあ、こう、まあ、今までやってきたことがやっとこう、はい、まあ、実現し、うん、まあ、形になったなという、うん、はい、感慨と、やはりそうですね、まあ、先ほども言いましたけれども、うん、まあ、自分自身だけでなくこう日本全体の悲願、うん、まあ、本道場もそうですね、本先生も、まあ、日本一世界一 の,、ね、生徒を育成するというところが、まあ、本道場の、まあ、理念という感じだったので、はい、まあ、それをこう、うん、まあ、一番大きいところで達成できたのは非常にこう、はい、ほっとしている部分ではありますね。27歳の世界一というのは、はい、ご自身の描いた図だとどうなんでしょうか。そうですね、うん、はい、まあ、まあ、もちろんその10代の頃はもう少し早く撮りたい気持ちがありましたけれども、うん、まあ、それで、うん、まあ、本当に1回でもこう優勝するのは大変なことなので、うん、まあ、20代のうちにこう、うん、到達することができてよかったなという気持ちです、はい、いろいろ回り道をしたということも直近のインタビューでもですね、市木さんに私聞いてますけども、それは振り返ってみると良かったということなんでしょうか。まあ、そうですね、いろいろ、まあ、辛いことも悔しいこともいろいろ経験してきましたけど、うん、まあ、それが、まあ、こういうふうにいい結果を残すことにつながっていたのかなという今になっては思いますね、はい。以前のインタビューとちょっと同じことを繰り返しになるかもしれませんけども、2017年18年ですかね、井山さんへの3期戦連続挑戦の時、あの頃から柴野さんに言わせると市木さんも完成形でですね、井山さんにとってもいつ勝ってもおかしくなかった、ひいてはやっぱり井山さんがその時世界と争ってたものですから、市木さんだっていつでも世界で争える力はあるというふうに私は解釈してました。しかしこれだけかかったっていうのは、それはやはり技量じゃないところの部分の成長が大きかったんでしょうか。そうですね、まあ、先ほど周りにして話ありましたけれども、はい、うん、まあ、その間にもこう、まあ、いいこと悪いことがいろいろ、はい、まあ、この6年ぐらいですかね、ありまして、うん、はい、まあ、まあ、当時と比べて一番まあ成長したのはメンタルの部分かなというふうに思いますね、はい、まあ、タイトル戦、はい、もまあ日本のタイトル戦も数多く、はい、経験したり、まあ、それこそ井山さんとの7番勝負、はい、7局目まで行ったり、うん、で、まあ、そういう、こう一つ一つの経験が、はい、まあ、こう、まあ、自分の力になってきたのかなという、うん、今になっては感じます。井山さんに優勝前にですけどちょっと聞いてですね、はい、これからが大事だとおっしゃってました、はい、市木さんどう思いますか。まあ、そうですね、はい、はい、まあ、今回はひとまず良かったですけど、うん、まあ、やはりこれから、はい、うん、まあ、さらに、まあ、こう立て続けに、うん、世界タイトルを取れるような棋士になりたいですし、はい、はい、うん、まあ、さらにこう責任感を持ってやっていきたいなという感じですね、はい、大支配で初優勝世界初 V っていうのも、はい、先ほどの話聞いてるとこれはかなり話に富むことなんですね要するに、はい、11歳の時ですか、はい、11歳の時に大支配のジュニア選手権っていうのがあるんですか、はい、そこで加計さんに決勝戦で負けて準優勝、はい、その時初めて世界を意識されたというふうに考えます。そうですね、うん、はい、まあ、それまでもこう何度か、はい、まあ、韓国の道場に勉強しに行ったりというか、はい、そういうのあったんですけど、うん、こう、まあ、世界大会というところではその支配の、まあ、16年前の経験が初めてで、はい、はい、うん、まあ、その時のことはこう今でも非常に強く覚えていますし、まあ、逆にその今回準決勝で当たった時は、はい、まあ、やっとこう、はい、
リベンジできる時が来たなという気持ちではいました。なるほど。一木さんが院生になったのが小学校2年生の時と聞いてます、はい、その時ってまさに19年前で、はい、張宇さんが最後に優勝した時なんですよね、はいはい、そうするとその時の一木さん当時としてはですね、すでに日本の全盛期というのはほとんどご自身の体験としては記憶にないわけですよね。そうですね、まあ、当時も、うん、まあ、かなり優勝から遠ざかっている状態でしたし、はい、はい、うん、まあそうですね、やはりその結構そういう世界戦のことについて語られるときには、はい、まあ、結構90年代までは日本が優勢だったが、うん、それからは中国韓国が警戒して近年は勝てないみたいな、結構そういう論調がずっと続いてたので、はい、まあ、ちょっとそれは悔しいなという気持ちはありまして、はい、やはりこう自分が何とかしたいなという気持ちは、まあ、ここ数年は特に強く持っています。第一人者という気持ちが強くなって、日本を代表してという気持ちが強くなったというのは、やはりあれですか、棋聖戦を取って、はい、さらに本因坊を取って、まあ、中国でも一木さん日本の第一人者と呼ばれるようになった、そのあたりから責任感というのはかなりご自身意識していらっしゃったんでしょうか。はい、まあ、昨年の8月からこう、はい、まあ、コロナ禍で対面の世界戦が復活したんですけど、はい、まあ、ちょうどその直前に本因坊を取っていて、うん、まあ、結構中国や韓国に行った時に、はい、まあ、結構日本の第一人者というふうにこう呼ばれることが増えたなというのはこう肌で感じていまして、まあ、うん、そうですね、そういった責任感というのは、そうですね、そのちょうど1年ちょっとぐらい前から、はい、特に強くなったという次第です。はい、あの本さんが、あの一木さんがパソコンを購入してですね、はい、あの AI の数字は落ちた時にでもですね、まだ諦めてないと、はい、隣の読売新聞の江口記者に、流したそうです、はい、信じるものは勝つということで、本さんのその思いというのは伝わってたんでしょうか、一育さんには。そうですね、あのまあ、あの本先生だけでなく、はい、日本からこう、うん、パブリックビューイングで応援してくださる、うん、まあ、ファンの方ですとか、うん、まあ、記者の方とか、うん、うん、まあ、そういう応援もこう近いになったのかなとは感じますね。先ほど上皇さんにも途中で聞いてですね、なぜ日本はこれまで私服19年優勝が遠ざかってたっていうのは、やはり弱点というのは要するに、あの、まあ、闇試合とかですね、非常に複雑な試合の時にですね、やはりちょっと弱さがあったんじゃないかっていう指摘があって、それを少なくとも井山さん、一木さん、井山さん、柴田さんというのは克服しつつあると、引けを取らないような形になってきたということなんですけども、それはやはり一木さん意識してやってこられたところなんでしょうかね。そうですね、やはり、はい、まあ、中国の棋士は、うん、まあ、こう勝負強い棋士が多いですので、はい、そういった中で今回の大支配も、うん、まあ、ここに至るまでかなりこう、うん、まあ、その決勝の第2局、はい、第3局も含めて、まあ、苦しい方がかなり多かったですので、はい、まあ、そういう、こう2点3点の勝負を、うん、まあ、中国の棋士相手にも応援することができたというのは非常にご自身にはなりました、ね、はい、終わってからですね、また日本に戻ってからまたハードスケジュールが続きますけども、はい、念願かなって今まだ数時間ですけども、かなり今脱力されてるんじゃないですか、大丈夫ですか。あ、そうですね、まあ、はい、結構肩の張りが浮いた感じがします。そうですよね、はい、大丈夫ですか、立ち直ってあの名人戦戦いますかそうですね、はい、まあ、あの明日帰国するんですけど、帰国してからしばらくはちょっとゆっくり休ん で、はい、でまた来週名人戦があるので、そこに向けてこう調整していきたいですね。しかし明日5時起きで出るそうですねちょっと早いですね。早い便で帰って、はい、しかも羽田に待ったら羽田に記者が待っていてですね、はい、囲み取材をしてですね、そのまま市街を日本棋院に行ってそこで記者会見と、はい、ようやくそこで解放されるということですねそうですね、まあ、でもそれだけこう多くの人に会っていただけば非常に嬉しいことなので、はいはいはい、まあ、存分に楽しみたいと思います。そうですね、はい、本当に日本の囲碁ファンがですね、待ちに待ってて望んでいた優勝でした。一木さんがそれが一番重に、ひしひし、重にじゃないですね、ひしひしとそれを感じていてですね、ついに責任を果たしたご自身ではそうですね、我々からは本当に感謝したいと思います。一木さん本当にありがとうございました、はい、歴史的な日でおめでとうございました、はい、ありがとうございます。また名人戦でもベストパフォーマンス見てください、はい、ありがとうございます、はい。